俺の名は朝霧十一郎。今日俺の勤務する病院に運び込まれたのはある一人の妊婦だ。30代女性、血圧86-62、脈拍130です。ルートの採血意識準備、すぐにエコーだ。患者は陣痛を起こし意識を失いかけている。だがいつ出産してもおかしくない状況だった。意識レベルは GCS2-2-4、 基礎疾患はカモン、知っている。え、俺の同級生だ。そしてこの患者は俺の高校時代の友人であった。おいしい。つい先日、俺は高校時代の同級生溝淵結衣にディナーの席に招待された。これは何の肉だ。実に十数年ぶりの再会だったが、彼女はこの時すでに妊娠していた。要件は子供を授かったことの報告だったのだ。これは豚肉よ。それにこっちは鶏肉、あ、こっちはカエル肉ね。カエル肉。ええ、今朝そこで捕まえたんだけど。今朝捕まえた。お前まだ生肉を好んで食べているのか。ええ、私は生じゃないと嫌なの。いいか、何度言ったらわかる。生肉には病原菌や寄生虫の感染リスクがあるのだ。食中毒や寄生虫感染症などの病気を引き起こすことがある。どんな肉であれ十分に加熱調理をしてだな。わかってるわよ、相変わらず姑みたいにうるさいわね。だけどガス代が節約できるからいいのよ。彼女は学生の頃から生肉を好んで摂取している風変わりな趣向の持ち主だった。高校時代どのグループにも所属せず毎日陰険としていた俺には人が誰も寄りつかなかったが、溝口だけは例外だった。あっす、朝霧くん、おはよう。唯一分け隔てなく俺に近寄ってくるのだ。そんな溝口とは今も稀に交流があった。そして現在溝口はいい男を捕まえ、今では幸せな生活を送っているらしい。幸せになろうな、ゆい。あなた、子供ができたのを機に溝淵は隣にいる男と婚約を果たしたのだという。それでどこの産婦人科に通っているのだ。山藤産婦人科ってとこよ。山藤、聞いたことがないが、聞くところによると料金が格安だからという理由で町のバス停にある産婦人科に通っているそうだ。なんならどうだ、うちの病院で見てやらんことはないが、俺は少し心配になり、自分が勤務する大学附属病院の産婦人科を紹介してやる提案をしたのだが。朝霧にそんな迷惑をかけられないわ。あんたは私の出産を祝ってくれるだけでいいの。今日はそのために呼んだんだから。そうか。さあ、あんたも食べて食べて。それから数週間が経ち、今度は俺の職場に溝淵が訪ねてきた。ごめんね、忙しいのに。構わない、どうやら子供は順調に成長しているようだな。お腹がどんどん大きくなっているようで俺は一安心したのだが。お前何かあったのか。お腹の子は順調に育っているようだが、彼女の体調が良さそうには見えなかった。それに俺は服の上からでもその異常をはっきりと視認することができた。彼女の大きくなったお腹の中でビクビクと何かがうごめいていたのだ。これは一体どういう症状だ。だがその時、朝霧くん、お願いします、お金を貸してください。何？突然溝淵は俺に金を貸してくれと申し出てきたのだ。逃げただと。事情を聞くと、何でもあの婚約者が出産直前になり子供を認知することを拒み逃げ出したのだという。だけどいいの、私はお腹の子供と一緒に生きていくことに決めたの。しかしだな、一人親の子育ては大変だと聞くが。そして溝淵はシングルマザーとして生きていくことに決めたらしい。それで当面の間の生活費が必要になったというわけだ。お腹の子はもう男の子だって分かってて、翔介という名前も決めているの。翔介。それから俺は溝淵に必要なだけの生活費を積み、その後ベビー服やらベビーカーやらの買い物に出かけた。あ、かわいい。必要なだけ選べ、金はある。ありがとう、
絶対にいつか返すわ。私の親はね、実はあまりいい親じゃなかったんだ。そしてその夜、夕食の席で溝口は自身の心境を漏らした。パパとママはいつも夫婦喧嘩をして仲良しだった記憶なんてない。すぐに別れちゃったし、だから私はいいママになりたいの。溝口、お前肉を焼かないのか。いいのよ、私生肉の方が好きなんだから。その夜も溝口はしきりに生肉を貪っていた。そして出産予定日が迫っていたある日、俺の病院に溝口が運び込まれてきたのだ。大変だ。何でも街中で破水し、近くにいた人が救急車を呼んでくれたそうだ。朝霧、この子は大丈夫なの？この子だけでも救ってほしいの。お願い朝霧。安心しろ、無事に子供を取り出している。そして何の因果か、俺が彼女の分娩に立ち会うこととなったのだが。あ、ダメですよ。また奇病を探しに来たんですか？ここは柳さんは立ち入り禁止です。バレてしまいましたか。しかし一つ気になるのは。痛い、お腹が痛い。先日見たのと同じ皮下組織下の不可思議な前動運動だ。溝口の腹部がビクビクと脈打つようにうごめいていた。どうなってる？そして病院の検査機器で改めて検査を行うと、衝撃的な事実が判明した。あの朝霧先生、エコーに赤ん坊の姿が映らないのですが。何？どういうことだ？溝口は妊娠していないことが発覚したのだ。だけど何かお腹の中で動いているんですよね。やっぱり赤ん坊ですかね。違う、これは。そしてエコーに映る影を見て、俺はあることに気がついた。これは赤ん坊ではない。そんなこんなことが。生まれる。だがそんなことを知らぬ溝口は、間もなく自分の子供が生まれてくるかと思い生き身を始めている。やむなく俺たちは分娩室に移動し、分娩支援を行うことになったのだが。息を止めて腹部を力いっぱい引き締めろ、プッシュだ。これは脳波？溝口のお腹から出てきたのは、あまりにも巨大すぎる脳胞と呼ばれる袋状の肉塊だった。翔介、子供、私の子供。そしてその袋の中には。それ何よ。溝口の腹部から出てきたのは、およそ5キロにも及ぶ寄生虫の群れだった。それが翔介？それが私の子供なの？次の瞬間、溝口の容態が急変した。鎮静剤を投与、急げ！朝霧先生、これは一体？獣肉常駐、つまりサナダムシだ。サナダムシ？それは牛、豚などの家畜の筋肉組織に寄生する寄生虫だった。生肉から感染したサナダムシが体内で異常繁殖していたようだ。サナダムシは不衛生な環境で育てられた牛や豚に寄生していることが多く、汚染された肉を調理が不十分な状態で摂取することで感染が成立する。幼虫は消化管内で8から12週で成虫まで成長し、6メートルほどの大きさになると報告されている。しかしこんなにおびただしい数は今まで見たこともない。だけどなんで子宮から？一般的にサナダムシは腸管内に寄生し子宮に感染することは極めて稀だ。しかし感染源が腸管内から他の場所へと広がることによって、実際に子宮や卵巣にサナダムシが寄生するケースが報告されている。そんな。俺のせいだ。山藤とかいう怪しいヤブ医者に行くことを強く止めなかったせいで、溝口はこんなになるまで放置されてしまったのだ。その産婦人科医は、患者が子ではなく寄生虫をその体内に宿していることを見抜けもしなかった。俺は医師として
すぐに異変に気づけなかった不甲斐ない自分を恥じた。腹部に腫れ、超閃光の兆候が見られる。 CT の準備だ、急げ。はい。そして一人の友人として溝淵を守ってやれなかったことを悔やんだ。おはよう。ブハーク。いきなり背中を叩くのはやめろと言っているだろう。だって面白いんだもん。学生時代、最初は溝淵を鬱陶しく感じていた俺だったが、あの頃の息の詰まるような日々の中で、俺は彼女の屈託のない笑顔にどれだけ救われたかわからなかった。今度は俺が救う番だ、溝淵。俺はこの旧友の生命だけは何としても助けねばと思った。しかしその時、先生、これ何？看護師の一人が溝淵から生み出された寄生虫の塊の中に何かを発見した。それは赤ん坊だった。やはり彼女は妊娠していたというのか。エコーでは寄生虫の影が邪魔をし、その姿を視認することができなかったが、どうやら溝淵の妊娠自体は誤診ではなかったようだ。しかしその赤ん坊は驚くほど小さな超未熟児だった。サナダムシに感染している女性が妊娠すると胎児に影響を与える可能性がある。おそらく母体からの栄養を全て寄生虫に奪われてしまったのだ。無論赤ん坊は息をしていなかった。私はいいママになりたいの。そしてこの時俺の脳裏に浮かんだのは、自分の子を想像して微笑む溝淵の顔だ。俺はこれを彼女にどう伝えればいい。腹部からは大量の寄生虫、せっかく授かったと思った生命も、もう俺は彼女に何と説明をすれば。俺は溝淵が意識を取り戻した時、彼女を傷つけずに真実を伝えられる自信がなかった。朝霧先生、患者が超閃光が起きているようです。おそらく溝淵の体にはまだおびただしい数の寄生虫が巣くっている。腸管内の内容物が腹腔内に漏れ出し、すぐにでも処置を行わなければ危険な状況だった。先生、先生。しかし俺はその瞬間、頭が真っ白になっていた。サージョンズパニックという思考停止状態に陥ってしまったのだ。俺の頭によみがえるのは、まだ新人外科医だった頃、一人の患者を死なせてしまった苦い記憶。朝霧、もう手遅れだ。助けると約束したのだ。俺が助けると。くそ、俺は俺は目の前で助けを求める患者を救うことができなかった。先生、朝霧先生。そして今、自分の大切な友人の生命が失われようとしている。だがこの時俺は過去のトラウマからパニック状態に陥り、一切の身動きが取れなくなっていた。ダメだ、できない、俺では無理だ。次の瞬間、俺は突然手術室に入ってきた何者かに殴られた。消えていく生命を黙って見ているのがあなたの仕事ですか。柳、お前。その男は通称ドクターゼロ。免許を剥奪され、医学界を追放された異端の天才外科医。俺のかつての同僚だった。僕が連れてきたんです。竜兵。たまたま病院内をうろついていて、見たところ、その赤ん坊もまだ息はあるようですが。何？見ると赤ん坊は小さく産声を上げていたのだ。まだ息があった。かろうじて生命をつないでいたのだ。君、困るよ、また勝手に侵入して。今警察を呼んだからな。こっちもそろそろ叱るべき対応を。カモン、柳、手を貸せ。この二人を救う。いい答えです、朝霧。そして俺は溝淵を、柳にはその赤ん坊を任せて、俺たちは複合手術を開始した。それから数時間後。これが私の赤ちゃん。ああ、溝淵は無事
自分の子をその手に抱くことができた。翔介、翔介。元はといえば、お前が静止も聞かず生肉を食べ続けたことが要因だ。せいぜい戒めるのだな。そして溝淵は金輪際生肉を食さないと自分の子に誓った。はいはい、いらっしゃい。あんたが山淵か。少しお話があるのですが、お時間はよろしいですか？なんだあんたらは。赤ん坊とその母が末永く幸せに生きればいい。俺はそう願うばかりだ。